はい、レンタルパパでーす。はい、このチャンネルはですね、アルファードベルファイアのカスタムを配信しているチャンネルでございます。まだチャンネル登録をお済みでない方、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。では今回ね、完全にちょっと私服の状態で、急遽ね、動画を回しております。っていうのはですね、外出中にですね、ようやくディーラーからね、タイトルサムネにあるように、連絡があり、ちょっと動きが出ましたんで、まあ、帰ってからすぐにね、まあ、動画公開したいと思いまして、外で、撮影しております。で、まずね、ディーラーから来た内容なんですけども、新車の付与日程ですね、まあそれの、ね、間もなくのサインが出たので、印鑑証明のご用意をお願いいたしますという話がようやく出てきました。で、ちょうどねこのタイミングでメンバーさんですね、同日のまあグループラインの中での会話も、納車が決まりましたっていう話も来ましたし、まあ、個人的な LINE でもね、急に決まりましたっていう話があって、急遽ね、たくさんの納車確定の話がババババッと出てきておりまして、もしかして私も来るんじゃないかなと思ったら、ようやくね私の方にも本当に来ましたんで、おそらくトヨタ側の工場ですね、もう本当にフル稼働、参考体制で頑張っていただいてるんじゃないかなっていうのが、これをすごく感じました。で、私が一番気にしたのは納期ですね。まあ一応どれぐらいの納期のズレがあるのかっていうのも、まあ皆さんのね、気になっているところだと思いますので、これを確認したんですけども、まあこれメンバーさんの中での会話もこれ一致してましたんで、ほぼ間違いないとは思うんですけども、ほぼ1ヶ月、まあほぼなんですけども、ほぼ1ヶ月のズレが出ておりますっていう話になっております。まあもともと私がね、3月のそのディーラーの11番目ということで、おそらく3月末ぐらいにはっていう話だったんですけども、それが1ヶ月伸びるとして、4月の末もしくはゴールデンウィーク前が最速であるという風になっております。ただね、ディーラーの方もゴールデンウィークの休みどうなるか知りません。休むのか、世間が休みだから営業するのかちょっとね私にはわからないんですけども、その兼ね合いもあって、私の中ではゴールデンウィーク明けになってしまうかなと思っております。ね、もう一つ気になるのがモデリスタですね。私の場合はモデリスタを、まあ、前後左右ですね、一応4点セットで、セットもの、高いお金を出して購入しておりましたけども、まあ、もともと、もしかすると車だけね、さっき納車して、後日、モデリスタの装着で、また車をお預かりするかもわかりませんっていう話だったんですけども、まあ、今のところですね、モデリスタ装着の状態での納車っていうのは、大丈夫だという話を伺っておりますので、まあ、二度手間はね、なくなったかなと思っております。で、まあ、今のところね、そういった感じで、まあ、ちょっと前進してる状態ではあるんですけども、まあ、ここまで話が決まってきて、一つね、もう一つ決めないといけないことがあるんですけども、5月にね、予定している交流会なんですけども、まあ、本来ですと、4月の1日前後ですね、まあ、3月末ないし、4月の頭に、5月にね、交流会しますのでっていう告知を出して、で、そこで、まあ、皆さんがね、お仕事の都合で、まあ、来れるか来れないかっていうのを判断していただいて、まあ、お休み取れる方は休みのね、希望を出すっていうタイミングもあると思います。で、これがですね、4月の末に、まあ、仮にね、無事に納車されました。じゃあ、納車されたから交流会しますよって言ったところで、本来ね、来ようと思ってた方が、それはちょっと急に言われても無理だなっていう話になってくると思いますので、まあ、今年の交流会に関しては、10月開催という延期をちょっと確定とさせていただきたいと思います。これはね、やっぱり一人でも多くの方に時間の余裕を持ってね、お仕事の休みであるとか、まあ、ご家族との時間のね、関係性もあると思いますので、まあ、遠方から来る方に関しては、できればね、旅行を兼ねてご家族が退屈しない、そのね、日程を組んでいただきたいという思いもありますので、まあ、できる限りね、1ヶ月以上の猶予を持った上で、交流会というのを開催したいと思います。ということでね、5月の交流会は、延期という流れで、ちょっと決定させていただきましたんで、ご了承いただきたいと思います。で、まあ、開催に関してはね、10月開催予定となっておりますので、まあ、8月末から、9月の頭ぐらいにね、具体的に、まあ、また以前の動画をね、ご紹介しながら、まあ、日程と、時間との告知をいたしますので、まあ皆さんそれまでにね、納車されれば、4丸の方は納車されれば、まあそれなりにね、カスタムするもよし、ノーマルで来るのもよし、まあ全然ね、アルファードベルファイアじゃなくても全然構いません。私を知ってくれてる方が、たくさん来てくれることが、本来の交流会の目的ですんで、
そこはね、車種違うから行きにくいな、じゃなくて、まあ、レントのパパさんにちょっと会ってお話ししたいなっていう動機で来ていただけると、嬉しいかなと思います。はい、ということですね、今回はね、ようやく私が、去年の6月21日、まあ、発表の日のね、午後から契約して、まあ、忖度なしで、抽選の結果、3月になったという、ね、まあ、本当に、まあ、絶望的な、納期の期間になってしまって、さらにね、2月には工場が止まるというね、アクシデントもあって、まあ、なかなかね、まあ、私よりメンバーさんの方が、どんどん納車されていくっていうのもね、なんか変な話だなと思いながらね、過ごしておりました。で、私自身はですね、もう本当に、私本当に忖度なしの動画作りっていうのもしておりますので、40のね、情報に関してはほぼね、自分の中ではシャットダウンしております。っていうのは、内装がどうであれ、こうであれ、パーツがこんなものがある、どんなものがあるとかっていうのは、あまりね、目にしないようにして、本当にね、これから40を買おうと思っている方の目線で、納車を迎えて、まあ、実際に車に乗り込んだ時に、まあ、感じたことっていうのを素直にね、皆さんにお伝えしたいと思っておりますので、まあ、高い車ですからね、その、感想を参考にしていただければと思いますので、やっぱりね、ちょっとでも知識があると、いいように言ってしまいがちになると思いますので、全く知らない状況でね、車が、来て、で、乗り込んで、ね、実際に内装を見て、まあ、多分知らない機能とか、このボタンなんだろうなとかね、多分その頃には皆さんにとっては、パパさん今更何言ってるんですかっていう動画にはなると思うんですけども、まあ、これからね、40を買おうかな、でも高いからなと思ってる方に関しての、まあ、ためになるような動画をね、作りたいと思っておりますので、まあ、そこはね、ちょっと温かい目で見ていただいて、多分ね、動画の中でも、皆さんに質問することが多々あると思います。これ何のボタンですかとか、これ使うとどうなるんですかとかね、まあそういったところとか、逆にね、質問させてもらう動画になると思いますので、その点は お楽しみにしておいてください。で、あとね、もう一点だけね、告知じゃないんですけども、お伝えしたいことがございます。っていうのは、まあ、ディーラーオプションでね、コーティングをつけれるか、つけられる方、もしくはコーティング専門店でね、コーティングされる方、様々だと思いますけども、まあ私の場合は30の時からね、自分でコーティングをして、まあできるだけ費用を抑えるという方向性でね、やっておりました。で、このタイミングでですね、ある企業さんからご提案をいただいて、まあ納車のタイミングで構いませんので、ぜひ、我が社のコーティング剤をお試しいただけないでしょうかというね、お話をいただいておりまして、まあそれをですね、納車した日ですね、日、もしくは翌日、ちょっとね、まだスケジュールはわからないんですけども、実際にそのコーティング材を使用して、どういったものなのかっていうのもね、皆さんに紹介したいと思います。まあ一部ね、YouTuber さんが紹介している動画を見ると、やっぱりツヤがちょっとすごいなっていうのと、あと水弾きですね、もうすごいなっていう、もう本当にすごいなっていう印象しか受けないね、動画ありましたんで、まあそれが忖度されてるかどうかっていうのもわかりませんけども、私は、まあ新車ね、一発目のコーティングなんで、本当は、ブリス X というね、商品をずーっと使い続けてたんですけども、今回は本当、縁あってね、納車のタイミングで、そういったお話いただきましたんで、コーティング剤の動画の方もちょっと予定しておりますので、そちらもね、お楽しみにしておいてください。そうすることによってディーラーの高いね、コーティングであるとか、まあ、自分で自信がない方に関してはね、業者さんにお任せすればいいんですけども、まあ、洗車が好きな方に関してはね、コーティングに関しては一度ね、自分でコーティングをやってみるのもいいんじゃないかなと思いますので、まあ、その動画がね、参考になればと思っております。はい、今回はですね、ようやく私の40Z のね、納車が、ちょっと一歩前に進んだ。まあ日にちは具体的には出てないんですけども、具体的には出てないんですけども、一歩ね、ようやく前進したというね、ことを皆さんにね、お伝えしたいと思いまして、動画の方撮影させていただきました。まあ今回の動画もね、本当にちょっと腕先なんで、ほぼ無編集でね、カットなくそのままお伝えしますので、ちょっとグダグダな感がありますけども、ご了承いただければと思います。で、またね、納期情報に関して皆さんのね、声もね、聞きたいと思いますので、今、納車待ちの方で、つい最近ディーラーからお声かけ、いただいた、皆さんですね、に関してはちょっとね、まあ、いつ契約して何ヶ月待って、ね、どれぐらいのその納期だったって言われてたけど、早まったとか遅まったと、遅くなったとか、そういう具体的な情報をいただければ、納車待ちの方の参考になるね、動画のコメント欄になりますので、そちらのご協力もよろしくお願いしております。
はい、ではね、次回は納車日確定の日を多分お伝えできると思いますので、そちらをお待ちいただければと思います。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。